パ。おはようございます。朝食パテモソでございます。今日も偉そうに話していきたいと思います。というわけで今日は土曜日。いやいや、ほんともうね、今日で終わりですよ。2月、うん、肉の日ですね。4年に一度の肉の日だそうでございますが、うん、なんかトイレットペーパーやティッシュペーパーもねえ、なくなってきてるそうですが、そんな僕はカレーパンを食べたいと思います。衣付きじゃないやつです。昨日食べたのと一緒です。というわけでいただきます。うん、まかもやレンジチン1分、トースター3分でございます。うまい。うん、トイレットペーパーティッシュなくなってみたいな、ほんま。トイレットペーパー生産供給は通常通り、政府出前への注意呼びかけ。うん、熊本県なので新型肺炎の影響でトイレットペーパーがなくなるという噂が広がる。オイルショックかよ。うん、アホか。中国に供給、中国に依存しているわけではなく、現在も通常生産供給が行われているって感じ。お前で、まあそりゃいろいろあると思うんですよ。家族が多かったり子供が多かったりすると、この時期とにかく鼻ジュルリーな人が多いと思うからね。ただやっぱ買い占めんのはね、どうかと思いますよ。うん、みっともない。これ朝マスよね。うん、週末以降はスギ花粉ピーク。やべえやん。うん、今日は九州から近畿では花粉の飛ぶ量が少ない予想らしいよ。3月になると続々と非常に多いらしい。やばいやん、花粉症の人。ほんとマスクはコロナ対策より花粉症、喘息、アレルギーの人にずっとあげてくださいね。俺はそう思いますよ。え、どこまく。新型肺炎の拡大で不足するマスクの増産を政府が要請していることを受け、大手電気大手のシャープがマスク生産に参入するって。へえ、うん、実際医学的なもんでどうなんでしょうね。マスクでコロナは防げるんですか、そもそもウイルスは。うん、どうなんやろね。こここれ無理やと思うやけどね。うん、はい、あら、これもう大半の人関係ないかもしれんけど、日本著作権協会のね、また横行が始まりますね。ヤマハ音楽教室をはじめ、音楽教室を経営する全国約250の個人企業団体が日本音楽著作権協会にを相手取り、音楽教室で演奏するね、曲の著作権使用料を徴収できないことの確認を求めた方法で、まあ、とりあえずジャスダックは音楽演奏するだけでも著作権取るそうですよ。
音楽教室の。あ、これチョコチップパン。うん。すごいね。そのうち、あの、街角で弾き語りしてる人らかも、著作権料取られるかもしれませんよ。うん、ストリートアーティストの方、ストリートミュージシャンの方。うん、すごいね。それちゃんと、著作権持ってる人のところに行ってんのかね。なんか違う著作権団体見るみたいね。できてきてるみたいよね。あの、ジャスラックじゃなく著作権を管理、まあ著作権管理会社ってこれアンパン。大戸屋直営店10店舗閉店やって。どうしたやろ、この年度末。うん、あんまもう足くなかったのかな。すき家は3月2日以降は一部の店舗で牛丼のみの販売。なんでコロナウイルス感染拡大防止のため、政府が小学校中学校休校要請したことを受けて3月2日以降の対応を発表した。まあ従業員が無理なく働けるように。あ、これはね、偉いね。こういうことするの。結局ね、政治家っていうか国がパッと決めたってね、対応するのは会社やったりそういうとこなんで、偉い偉いっていうか、もう大変やと思うけど偉いね、こういうの。結局こういう対応しなきゃいけないんですよ、社会が。これはかわいそうだと思いますよ。苦肉の策ですよね。まだ従業員のことを考えると仕方がないよね。あっつまあいろんなとこであれでしょうね。お、USJ も3月15日まで臨時休業。まあ確かにしゃあないね、ああいう人が集まるところ。東京ディズニーランドは29日から3月15日まで休園。休園休館を発表の施設一覧。ディズニーランドが29日、今日から15日まで、来月。サンリオピューロランドは22日から、もう閉めてんや、3月12日。スヌーピーミュージアムおよびソニーミュージック六本木ミュージアムは、今日から13日まで。で、上野動物園は、今日から15日。国立、国立西洋美術館は今日から16日まで。国立科学博物館は今日から16日まで。東京国立はもう長い。めちゃくちゃある。うん。まあ、いろいろ載ってますわ。うん。これ読んどったらこれだけ30分ぐらいかかるじゃない。いっぱいありますんで、見といてください。お出かけがされる方はね。ちなみに、ヒラパーも今日から18日まで休みです。うん、というわけでね、コロナ大変です。というわけでコメントの方をね、やっていこうかなと思います。うん、あ、ジュース飲めなかった。マトモスさんは料理もできるし、お部屋の模様替えもできるし、すごいです。こういう方が旦那様だったり、お父さんだったら頼もしく家族が幸せでいないかなと思います。いや、意外にね、自己中でわがままですんでね、家庭には向かないタイプだと思いますよ、私は。雑炊なんかどうですか。雑炊とかね、おかゆが、実はあんま好きじゃないんですよ。汁だくな感じがね。うん、これ何飯、
この世の片隅のなんとか飯を思い出すぷっくり感、南高飯っていうんや。へえ、それは知らないけど、なんかありがとうございます。炊き込みご飯、牡蠣炊き込みご飯作りました。牡蠣は多めに入れたおかげで出汁がよく出て優しい味わいで家族に大好評でした。よかったですね。生姜ご飯気になりました。そう、俺ね、昨日ね、生姜ご飯のサイトをホームページね、そこのアフェリエイトじゃなくね、うん、貼ろうと思ったんですよ。忘れてた忘れてたわ、忘れた、うん、ここのチャンネル、じゃあこの動画のあの概要欄に貼っておきましょうか、一応ね。私がで食べたのはね、おそらく炊き込みご飯のもと3種セットだと思うんですよ。あ、違った、嘘や、嘘ついきました。パテもそう、ただいま嘘をつきました。柏飯もあったやつやから違うな。ちょっと今調べてみよう。くばら本家っていうとこのやつです。混ぜ込みご飯のもと3種セット、こっちの方かな、こっちや柏飯、ちらし寿司のセット、生姜の入ってるやつですね。うん、なかなかね、お求めやすいお金額で売っておりますので、もしよければ食べてみてください。リンクをね、貼っときますんでね。はい、ありがとうございます。うん、あ、一応この人に貼っといてあげようかな、書いてくれてるし、貼っときますね、そこにね。はい、ありがとうございますあ、この人ね、この人、あ、どうやって教える人なのかな、全然やうん、そんなに政府悪いですかね。国民みんな保険維持してるだけでも世界で見れば悪くない気がするんですけど、まあ万民に喜ばれ政府なんてこの世界どこにもないですしね。子供がそこに遊びに行くのは政府ではなく親の責任かな。まあそりゃそうですよ、もちろんね、当たり前です。ただどっかと比べてどうとか、他の国に比べて恵まれてるとかっていうのは、その相対的なことを言うのは、その国に住んでる人はあんまり意味ないと思うんですよ。じゃあ国良くなれないんですか、それ。いや、その国に比べてよくええやんって全部言い出したら、そのどれでも当てはまりますから、生きてるだけええやんとかなってくるかもしれませんよさ、犯罪率低いだけええやんとか、そんなんなってくるから、それは国のためにはあんまりよろしくならないと思います。で、あともう一個言うと、国でないとできないこと絶対あるでしょ。自分らが身を例えばここに言ってる通りです。子供を外見遊びに行かせないのはしつけですよ。親のしつけです。それができなかったらね。まあ、だからそれができてないから、船から降ろしたりとか入国させるんですけどね。そういう人が大人の政治家になるから。そこは分かります。そこは分かりますよね。そうなんですよ。そういうね、親の責任かもしれへんけど、それで育ったやつらが政治家になってるから、だって一個人が入国させるさせないはできませんよ。船からあんなけ言ったやつ、船をから下ろすな下ろさないっていうことは、国やったら言えますよ。政治家やったら、政治家っていうか政府は言えますよ。うん、一個人は言えないでしょ。そういうのは政府がしなきゃダメなんですよ。それを間違った判断したっていうことは、それはまあ終わったことは仕方がないけど、仕方がないとは言えへんけど、まあ終わってしまったから、こんなこと今からうだうだ言っても、もう話は始まらない。とりあえずこれ今どうこうするから、それは一番大事やけども、そこできる人間はしっかりやらないとダメだと思うんですよ。僕らではできないんですよ、そこは。そっから広がっていいんだからね。で、まあ政府は悪いですよ。悪いっていうか、判断ミスしましたよ、うん、政府の判断ミスでここまで拡大してるのは、それは確実ですよ、うん、子供が外にいないのそんな親の責任って、うん、そんなもん当たり前の話ですよ。ただ言わなきゃダメですけどね、政府も外出禁止令は言わなきゃダメだと思うけどね。するなと言っても出るから、親のしつけがなってないなって、わ、終わらんでしょ外子供走ってて、何やん、親のしつけがなってないだけやんこの楽器で、終わってないんでしょ政府が決めて学校休ませてんやったら、そこまでも親の質運の以上に国で決めてやらへんかったら、親の質は選べませんからね、子供も、うん、ですから親がパッパラパーやったら子供出歩きますし、親がパッパラパーやったらどこでも連れて行きますし、うん、そういうもんなんで、親の責任なんかは当てにしてはダメやと思います。
はい、うん、そんなに親なんかあてなりませんよ。世の中の皆さん一緒ですよ世の中の親も全てまともであると思ってんの大間違いです、うん、パティさん早くお嫁さんもらえない、もらえないですよね。結婚しなくてもいいんじゃないかなと思って今のところ、うん、北海道を検索したらこんなニュースがありました。25日に厚労省の研究機関国立感染症研究所から北海道庁に派遣された3人の専門家が検査をさせないようにしている疑念があると指摘した。これに対して加藤厚労省は3人がそのことを言った、うーんと首をかしげたが本当に知らない、あまりにも無責任というものだ、国民の命を軽く見ているようしか見えません。まあこういうソースがどこまで当たってるかどうかが ほんまのことかまあ分かりませんけど、実際それがだとしたらなんか裏で動いているなん大きなものがあるんでしょうね、本当にこういうのねうん、なんでなんやろ拡大させたい目的でもあるから、うん、すごいね。どういうことなんやろまあとにかくまあやばいねっていうこの間、いや昨日のあの生姜ご飯2合ある以上あるでしょって書いてますか。2合あんなもんじゃありませんよあれのまだ 1.5 倍は少なくともあると思います。はい、うちも今ちょうど電気温水器がエラーで業者来て直してました。直してまだエラー、寿命かな、腹立つ、壊れるならせめて夏にしてくれ。この時期ちょっと嫌ですよね、確かにね、うん、うちはずっと無印で買った土鍋でご飯炊いてます。いいね土鍋ね。ただうち IH なんで土鍋使えないんですよね、うん、IH 用の土鍋を買えばいいんだと思うんですけどね。見た感じ焦げの匂いが出てそうでしたら大丈夫、全然大丈夫です。私はあのいつもあの黒目の餃子食べるタイプなんでうん、炭水化物抜きはもうやめちゃったんですが、いややめてないですやめてないけどちょっとガバガバなってきてるだけで、うん、鴨ローストは買いましたよ。うん、そうは言っても対策の見極めは本当に難しいと思う。批判するのは簡単だけど、野党やマスコミみたいに批判をするというよりかは、そこは正論じゃないですか。まず批判というよりかはもうそれやってしもたお前らが悪いっていうのはそれはもちろんそうです。だってこれはもう確定じゃないですか。だけどここからやること全部否定していくわけじゃなくて、あのこれをやること自体に意味があるのかっていうのを俺は言ってるだけ。あ、うん、そう、学生っていうか子供を学生を外に出さない、確かにその人ら自体はもしかしたらあの感染するリスクはちょっとは下がるかもしれへんけど、他の人が出回ってんやで意味ないんじゃないのっていうふうに俺は思う意見ですよ。批判というよりかはどうせすんやったら2週間全員外出禁止とかね、それぐらいのレベルで例えばできんやったら効果はあると思うけど、一部の人間だけをかあの隔離したところで、うん、それはちょっと難しいかな。まあその点についてはちょっと今日の夜喋ってます、はい、うん、こうした方がいいんじゃないかなっていう、うん、闇雲に何もかもダメ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 って言うだけの批判では俺はないんで、意見があると思うし、それはダメなんやったらダメなりの理由はあるから俺言ってますんで、うん、そこはね、うん、まあただあのそれを実行する権利俺にも全くないからね、そんなのはね、うん、政治家なんかになれるわけでもないし、なりたいとも思わへんけど、まあそういうもんです、うん、まあ国民みんなそんなもんですよ言いたいように言うのが国民ですから、まあ、その言葉にある程度聞き見たら出ないといけないでしょ政治家も。そうそう、鍋で炊くと意外と短時間でできちゃうんですよ。そうなんですよね、だしと醤油だけで炊いたご飯を、蜂蜜梅で食べるのがすごく美味しく、へえ、うまそうやな、それもね、だしご飯ってやつ、うん、最近ファンになりました、ありがとうございます。生姜ご飯私も大好きです、お弁当にも大活躍。あ、自分で作れんやね、うん、
すごいですね。そうそう、私の近所もトイレットペーパーとティッシュペーパーどこも売ってませんって感じだよね、本当ね。誰かネットの拡散したけど、確実でもない噂をつぶやかないでほしいわ。本当ですよね。まあ、ただ、流されるのも悪いと思うんですよ。そんなもんに。ねえ、この方苦労されてますけど、流されてる奴らがいるっていうところがね、浅ましいよな。自分さえ良ければっていう人間がいっぱいいるっていうことですよ。それ、なくなるし、うわぁ、多めに行こうとこっていう。それのやつらがでいっぱい出てくることによって他の本当に必要な人に行き渡らへんっていうことを考えないよね。昨日からトイレットペーパー、ティッシュペーパー、キッチンペーパー、ペーパータオル、おむつ、生理用品、紙類全部売り切れ。本当ね、バカどもが買い漁ってますから。本当恥を知るって感じだね、こういうやつらね。本当こういう買い漁ってるやつ。皆さん書いてますよ、ティッシュペーパー、トイレペーパーがなくなったって。女の人は多分大変ですよね、トイレットペーパー、ティッシュペーパーっていうのはね、割に使うと思うんですよ、男の人以上に。我が家は小学校休校で安心しています。多分お家にいる方なんやろね、子供の面倒を 見られる人やと思うね。もしくは子供がそこそこ大きい方、留守番できる人でしょうね。本当ね、親がね、この休みどうさせるかが本当大事ですよ。休んでるかいで外出たら一緒ですからね。はい、まあというわけでね、今日はこの辺にいたしましょう。はい、というわけで、まあ、でも今日も朝から超えましたが、もう朝の朝飯動画はこういうもんやと思って見てください。見たくない人は見なくてもいいんで、あれだけの話なんでね、まあ、おまけ動画みたいなもんですんで、あとコメント返していただけますんでね。はい、というわけでポテモス協会、今日もサプリメント、あ、俺昨日なくなったんや、また出しとかなかったな、とりあえずこれだけになります。3つガブッ。はい、というわけで今日も一日私は頑張りますが、休日の方は良い休日をお送りくださいませ。パテモス協会でございました。ごちそうさまでした。